本日はお忙しい中、中央防災会議にお集まりをいただき、感謝を申し上げます。この1年間を振り返っただけでも、昨年7月から8月にかけての大雨や、台風第14号、15号、年末年始の大雪、5月の連休中の石川県能登地方を震源とする地震など、大きな自然災害が発生していきます。また今週は台風2号の影響で全国広い範囲で大雨が降る可能性があります。激甚化頻発化する災害への対応は先送りできない重要な課題です。今回の防災基本計画の修正では、多様な主体と連携した被災者支援の実施や、昨年末に運用を開始した北海道三陸沖後発地震注意情報の迅速かつ正確な情報伝達などを盛り込みました。また令和5年度総合防災訓練大綱を決定したところ、より実践的効果的な訓練、デジタル技術を活用した訓練を行うとともに、訓練を通じた防災意識の定着に取り組んでまいります。本年は関東大震災から100年の節目の年にあたります。今一度災害への備えに思いを新たにし、災害対策の一層の強化と国民一人一人の防災意識の向上に取り組まなければなりません。各大臣におかれては、本日の決定事項に基づき、さらなる防災・減災対策の充実強化に努めていただくとともに、出水期に向けて万全の体制を取っていただきますようお願いをいたします。